はい、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日はですね、久々に湯沢屋さんへ行ってきました。緊急事態宣言も解除になり、少しこうしたねお買い物もできるようになってきましたので、紹介していきたいと思います。まずはこちら、こちらの13ミリの目玉ボタンです。こちらは504円の3割引きでした。450円ぐらいで買いましたね。違う、350円ぐらいで買いました。ちょっとね、刺身でこの大きさがなかなかなかったので、ちょっと縫うタイプのボタンで大きいものを買ってきました。またこれでね、編みぐるみとか作っていきたいと思います。次はこちらの4号の 12.5 センチの棒針5本セットです。これちょっと編みたいものがあって、このサイズが欲しかったので買ってきました。この短い小さいものを作るときに、やっぱ長い5本針だと編みにくいので、こうした短めの棒針が欲しかったので、ちょうど売ってたので買ってきました。こちらも3割引きだったので、だいたいそうですね、700円ぐらいで購入することができました。次はじゃん、こちらのロリポップコットンです。以前湯沢屋さんの購入品紹介で紹介した色違いですね、色番が8番でコットン 100% です。 25g、 これの編み地の見本があったんですけど、すっごい柔らかい色合いで可愛いなと思って3玉買ってきました。これ1玉220円だったので、こちらはね 10% オフだったので、だいたい1玉200円ぐらいですね。お子さんの頭につける動物のヘアゴムとか作るのにコットンで、ちょっと夏らしい可愛らしい色合いなのでいいなと思って買ってきました。すごい可愛いです。ちょっとピンクとグレーとホワイトっていう感じの色目です。あとですね、今すごいマスク熱くないですか。ガーゼの3枚重ねとかってものすごく熱くて、私も仕事で絶対マスクをつけなきゃいけないので、もう荷物出してるともう息が苦しくなって、この間もちょっと気分が悪くなって、ちょっとマスクも考えなくちゃなと思って作り変えようと思ったのが、ちょうどねカットクロスが売っていたので、こちらのなんていうお花かわからないですけど、水色の綿 100% です。こちらも綿 100%、 33×50cm と 35×50cm。 こちらもね3割引きになっていたので、だいたい1個150円ぐらいで買うことができました。ガーゼが熱いんですよ。私何枚かマスクを作って自分で持って歩いてるんですけど、ガーゼが内側にあるように作ったものがとても熱くて、なんで冬は暖かかったんですけどね。それでちょっと今前作ったものを持ってきて、これが動画であげたタイプのノーズワイヤー入りのガーゼ、ガーゼが裏に貼ってあるタイプなんですが、プリーツマスクですね。これがとても熱いなぜかで、最近作ったものなんですけど、こっちが、裏がガーゼになっていて、ちょっとシワシワですが、表が綿、これもまあまあ熱いです。さっきのと比べたら全然いいですけど、これが表も裏も綿で作ったものなんですけど、これが一番涼しいんです。やっぱりちょっと息もしやすいし、でここに猫ちゃんのワッペンをつけてます。なのでこういうタイプでまた作りたいなと思って買ってきました。あとちょっとメルカリでリップル生地っていうんですか、ちょっとポコポコっとしたジンベエとかに使うような生地も少し買ったので、そちらでもちょっとマスクを作りたいなと思います。マスクゴムがないって言ってましたが、湯沢屋さんには大量に置いてありました。いろんな種類、あとノーズワイヤーのテクノロードもたくさん置いてありました。これは1つ130円だったので、これは特価だったので
安くなってないですね。2メートルで130円です。3つ買ってきました。はい、ここまでがあれですね。あとこちらフリーソックです。じゃん、フリーソックが3つ。3つ買うと1玉580円になりますってことだったので、1玉だけで買うと780円なので、3つ買ってお安く580円で購入することができました。フリーソックの、色番とかあるの？色番が D60-05 ですね。スーパーウォッシュウール、ウォッシュなので洗えるのかな。でナイロンが 25% です。 100g 380m 入っています。なぜかここがね、なんか結んであるんですよ。なんかよく見て買ってこなかったから。これも何ですかね、これはい、これと同じくフリーソック、こちら色番 D61-01 です。同じですね。アイボリーベースにところどころにカラーの色が入っているものです。次がこちら、こっちはなんかブドウみたいな色ですね。これが D60-03 番。ちょっと編み地みたいなものがあんまり置いてなかったのでわからないんですけど、これはなんかうちの母親っぽい色だったのでお母さんに一玉あげようかなと思います。最近ね、お母さんも編みぐるみとかにハマって一生懸命編んでます。はい、というわけで全部の合計が4261円です。すごい買いました。たまにはね、お買い物することで少し私も社会に貢献できたかなと思いますね。暑い夏が来るので涼しいマスクも作っていきたいと思います。はい、では今回は購入品紹介でした。次回の動画もお楽しみに。バイチャー。